ちゃいちゃい。ちゃいちゃい。やいやい。やいやい。メールです。メールです。メールです。ん？メール来たみたいね。中身見てみたら？おう。SCP 解説について、今動画の題目、正規詐欺オブジェクトですが、6つのオブジェクトが該当したため全て解説お願いします。リスト派添付する画像フォルダに書いてあります。噛み砕いて解説、よろしくお願いいたします。バイ、ウプ主。だってさ、はぁ、あ、オブジェクトが6つ？今まで1動画に1つのオブジェクトだったのに、珍しいな。仕事が増えるじゃない。そっちゃそうだけど。今文句言っても仕方ないぜ。はよ動画作って文句言いに行こう。そうね。それで、そのリストって？あーこれだな。ふーん、確かにこいつらは政府詐欺ね。解説いけそうか？いけるわ。ちゃっちゃと終わらせちゃいましょ。そうだな。それじゃあまず、SCP-343、紙からお願いするのぜ。へいへい。これから解説するオブジェクトはすべて政府クラスだからね。覚えておいてよ。SCP-343、紙。こいつは全知全能のように見える男性よ。全知全能に見えるって一体どんな見た目なんだよ。ま、紙、のように見えるんじゃない？知らんけど。ってことは、本当の姿はわからないのか。そうね。見る人によって見え方は違うみたいだし。それで、こいつの異常性って何なんだ？それはね、壁をすり抜ける。欲しいものを自由に出現させられる。財団職員が浸水する。って感じね。おい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 。それって相当危険だし、しかもちゃんと収容できてないじゃないか。なんでこんな奴が政府クラスなんだよ。それは多分、こいつが相当強力な現実改変者で、自分に不都合なことは現実改変でなかったことにしてるんじゃない？なんでそんな奴が財団にいるんだよ。さあ、ま、財団に収容されていてこそできる何かをしてるのよね、きっと。財団の情報収集とか、監視とか。ああ。じゃ、次行くわよ。SCP-2950、ただの椅子。これは金属製の折りたたみ椅子で、かなり快適な座り心地みたいね。ん？どうした霊夢？それだけなのか？いや、マリサのその一言が欲しくて待ってただけよ。へえ。まだなんかあるのか？そりゃ、この異常性だけじゃ政府詐欺にはならないでしょう。こいつの真の異常性は、最も多くの人が思ったものになる、っていうものよ。どういうことなのぜ？例えば、10人がこいつのことを知っていたとする。その10人のうち6人以上が、このオブジェクトは危険なものと思えば、このオブジェクトは危険なものに変わるの。また同じ人数の人が今回みたいに、快適な椅子、と思っていれば、そのようになるのよ。それだったら、こいつのことを完全に忘れた方がいいんじゃないか？そうすれば何にもなれないだろう？それはそうなんだけど、財団以外にもこのオブジェクトのことを知っていて、しかも、相当危険なものっていう内容の本が見つかったことから、完全に忘れさせることは難しいでしょうね。だからこの特性を逆手に取ったのよ。こいつは全然危険じゃない政府オブジェクトとし、その情報を広める。財団職員はそれを信じて、このオブジェクトもそのようになるわ。それが現状できる最良の収容方法ね。なんか、SCP-2006、大怖い怖いみたいだな。それの凶悪バージョンよ。それじゃ、次行くわよ。SCP-280JP、縮小する時空間異常。こいつは、球状の時空間異常よ。と言ってもわかりにくいから、こいつに触れたあらゆるものが消失する黒い玉と思えばいいわ。ってことは、吸い込まないブラックホールみたいなもんか。そうね。それで、もう一つの異常性。こいつは、消失させた物質の質量に応じて、収容当時より小さくなっているように見えるわ。そうなのか。
いつぞやの地球の中心に落ちてくるブラックホールっぽい何かより良心的だな。でもこれは確かに収容は楽だけど、詐欺の部分がわからんな。あら、そうかしら？それじゃあマリサが頭固いからもう少しわかりやすく言ってあげましょうかね。ひどい。こいつは、消失させた物質の質量に応じて収容当時より小さくなっているように見える。だけど現在の大きさは変わっていない。現在の大きさは変わっていないけど、収容当時より小さくなっているように見える。まさか。こいつは、消失させた物質の質量に応じて、収容当時の大きさが大きくなる。しかも財団はこれに気づかず、どんどんこいつに物を投げ込んでいってるの。小さくしてると思ってるんでしょう。ついでに、何もしてなくても小さくなってるように見えてるから、こいつも重力とかを吸収できるんじゃないかしら？実質の収容不可能ね。世界、終わったな。で次行くわよ。SCP-209JP、セーフクラスオブジェクト。こいつは 235mm のヒノキ製の仏像で、これを見た人間に、現状が安全っていう観念を植え付けるの。結果危機管理能力がなくなるわ。へえ、財団職員に見せたら絶対よからぬ事故を起こすな。でも見なきゃいいんじゃないか？それこそ箱にしまって封印するとか。もう一つ異常性があって、それはできないの。こいつは目視しないよう収容してから3ヶ月後、誰も目視していないにもかかわらず、複数人に異常性が発生したの。うへえ、見なくてもダメなのか。でもそれだったら普段は厳重に保管して、1ヶ月ごととかに D クラス1人にこれを見せればいいんじゃないか？本来そうすることが正しいんでしょうね。だけど現在の収容方法は、板厚 20mm 以上の透明なアクリルケースに入れた上で反抗的 D クラス職員の居住エリアに設置ってなってるわ。それはもはや収容とは言えないのぜ。しかも、こいつを水に異常性を発現させた場合の有効範囲は、分かっていないわ。多分このオブジェクトの影響を受けて、財団全体がこれを、安全、って思っちゃって、収容が適当になってる。その上危機管理能力の低下により大惨事の可能性がある。これが、政府詐欺の理由ね。財団の不注意で世界を滅ぼすことも現実的になった。はい、次。SCP-404JP、ノット、フォンド。こいつは財団の報告書で、何も書かれていない、と思える内容に記憶や記録を改ざんすると思われているものよ。つまり、本当は何か書いてある報告書だけど、何らかの働きによって、何も書かれていない、と思えるように改ざんされるんだな。って思われてる？本当は違うのか？そりゃ違うわよ。これじゃあ詐欺にはなんないっての。それでこいつの真の異常性ね。これに書き込まれた存在が消滅する。っていう現実改変と過去改変を併用されたものなの。しかも本体は他にあるかとか、どうやって改変してるとか一切わかっていないわ。謎の部分が多すぎるのよ。だけど、財団はこの異常性に対して誤認して、セーフクラスに分類されちゃってるの。本来はまだ謎が多く、収容できてるかわからないからケテル言ってもいいくらいなのに、財団の誤認でセーフになってるのか。そうね。それで、次がラストよ。SCP-2013、レプティリアンミーム。これは、地球外生命体が各国の政府に潜入してるという確信を持つミームオブジェクトだよ。まあこのミームと関係なく、実際に地球外生命体が各国の政府に潜入していたんだけどね。だから、見つけ次第処理しろとのことだったんだ。この生命体はなぜか、地球人の多くに認識されると弱体化するっていう特性を持っていて、財団はこのミームを拡散させたの。まあそりゃ地球外生命体に人間が支配されるなんて、支配シフトシナリオが起こるみたいなもんだからな。それで、結果どうなったんだ？結果、途中でそんなことはなかったと分かって、O5 が処理を中止すると宣言したの。この処理命令は、このミームに感染してる人が出してるってことが分かり、地球外生命体なんてなかったっていう結論になったわ。そうだったのか。そりゃ危ないところだったな。
危うく人類で人類を滅ぼすところだったもんな。しかも、定期的な記憶処理をすることによってミーム影響から脱することができる。現在の収容プロトコルは、このミームを取り除くことになっているわ。このことからセーフオブジェクトになったの。ほーん。で、セーフ詐欺なんだろ？これも。さあ、全貌を話してもらおうじゃないか。ま、さすがにわかるわよね。でも、ミームについては変わらないわよ。こいつの本当に恐ろしいことは、地球外生命体は実在していたってことなの。しかも処理を撤回したのは O5、つまり財団の最高責任者。この地球外生命体が財団 O5 にまで浸透し、仲間を守るために処理を中止させた。しかも、自分たちの弱点であるミームを消し去ろうとしてるっていうことね。あなたは本当に人間ですか？いやー。と解説はこんなもんね。動画閉めるわよマリサ。ダメだこりゃ。それじゃあ私一人で。最後までご視聴、ありがとうございました。